今回はドラゴンボール覚醒の鼓動12パック開封していきたいと思います。ちょっとこの前覚醒の鼓動を買ってみて、ノーマルの一番欲しかったあの戦隊ポーズ決めてる幻遊特戦隊が当たってめっちゃ嬉しかったんですけど、調べてみたら幻遊特戦隊スーパーレアもあるそうなんで、ちょっと気になったので地引きできたらと思ってあのバラパック売ってるところ見つけたので、ちょっと12パック限定っていうのがあったんで12パック、買ってみようと思いました。正直ねまだパラレルとかも出せてな当てたことがないっていうのがあるんで、ちょっと当ててみたい。怖かったな、歯の入り方やばいな、なんか歯の入り方すげえ怖かったですね。大丈夫かね、切れてないよね、大丈夫だよね。いや怖かったな今の、なんかこいつかなんかカード切っちゃったのかな一瞬思うような、このハサミの入り方、いやハサミ変えて切れ味良くなったからこそなんか一気にスパンって切れちゃいそうで怖いんですよね。やっぱなんか切れ味悪いハサミの方が良かったのかな。じゃあ12パック見ていきたいと思います。あ、クーラ気候戦隊ミスターサダン、ロッタクラッシャーボール16号、ん？お、エステリアだ、ヒット第6宇宙、おースタート調子いいですね、いきなり。メタルクーラベジータブルマケールクリリン、おーレア、クリリンのレア、かっけえブラック悟空、悟空ってこんな黒くなるんだ、いやもう本当に通常のやつしか知らないかな、ブラック悟空、悟空悪者になるってこと、こいつらも知らないものあるんだと思うっけ、こいつも知らない、ロタンも、おお身勝手なやつだね、カリフラ、なんかこれスーパーサイジフォンに似てる、未来、おお孫悟空のレア、はい、未来トランクス、宇宙バータ、お、どうだスーパーノバ、おドドリアさん、ピッコロシュウギニュー、おーサイヤ人、おおグルド、さあパン、ベジータ水、マガマガ式分身、あれ、あこれがレアなのか、マガマガ式分身のレアで、コルド大王17号悟空、あーフロスト、レア、お、マジ SCR ってなってる、一番レアなんじゃない SR より、悟空だ悟空だ悟空だ、めっちゃ光ってる悟空だ、 SCR 引いた、お、すげえ、やっぱなんかゴールデンウィークやばいぞ、なんかなんかやばい。引きがえぐい。気がする。お、チルド、レア。いやー、ヨドバシの店員さんありがとうとしか言えない、もう。すげえ。お、トランクス。なんかもうこの悟空がどんなくらいすごいレアなのかっていうのをネットで調べたくてたまらなくて、もう何が出てるのかすらわからない。ギニュー。ご飯少年期。これがラストなのかな、よしラストもう一回いいの引かせてください、お願いします、これでラスト、違うこれだ、これでラストだ、あーダメっぽいぞ、これ光ってねえぞ全然だよね、全然光ってないよね、うわレアか、まあいいや、せーのほい、あ、ギニュー特選隊レアだ、あるんだ、
でも君あの仙台ポーズの記入特選隊がいいんだよな。はい、覚醒の鼓動12パックやってみて、引いたのがまずレア枠でなんですけれども、義乳特選隊の絆、ご飯少年期、トランクス未来、チルド、フロスト、マガマジキシ分身、グルード、孫悟空、ブラック悟空、クリリン、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、スーパーレア SR でこちらですね、ヒットと、よくわからないですが SCR めちゃめちゃ光ってる孫悟空を当てました。これが多分なんかすげえんだな、なんかザラザラしてるしかっけーっていう感じです。動画のご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。